なかなか難しいね。はい、皆さんこんにちは、マスカンコスタです。今日はエリアトラウトを抜け出して初めてのネイティブ、まあ、ネイティブと言いつつも今回行くバラギ湖っていうところはニジマスも放流されているのでちょっとネイティブとは言いにくいんですけれど、まあ、反ネイティブのような場所です。マスケンといえばみんなでワイワイやってるイメージだと思うんですけれども、今回みんな誘ったんですけど誰も来ませんでした。場所は嬬恋村にある、群馬県嬬恋村にあるバラギ高原というところにあるバラギ湖ですね。今回湖ということで重いスプーンを投げながら釣れるかどうか、今までのエリアトラウトの経験を生かして釣れるかどうかチャレンジしていきたいと思います。ではこれから釣っていきましょう。さあでは行ってみましょう。一番端かな。まあ、今日は初めてっていうこともあるので、この前買ったカーディフ NX とコンプレックス XR P でまず一発目はこのペスカ 8g でちょっとぶっ放してどんなもんかやっていきたいと思います。まあ、あんまり期待はしてないんですけど、とにかく楽しみたいなと思います。おい母さん、本当にここを釣れるのかね。おい、熊よけのラジオがなってますね。どこでやろうか。よいしょ。状況について新型コロナウイルス対策にあたる政府の分科会のメンバーで、じゃあここで釣っていきましょう。よし、では釣りを開始したいと思います。では行きます。飛んでけれんのかこれ。なかなか難しいっすね。やっぱりフィールドが広い分こう魚がどこにいるかっていうのがなかなか把握しにくい。ちょっとポイント変えましょう。本当に魚はいるのかね、母さん。全然当たりがないよ。次はここ行きます。一番駐車場から近い桟橋に変えていきましょう。
や、来た、やった、来たよ。やりました。これ大体何センチだろうな、40ぐらい。釣れました。よかった。アルフレッドの 5g。 今日この色がいいと思ったんでよかったです。走るよ。誰もいないルアー船ぐらいで行きました。最後1時間はここで粘りますかね。ブレイブでバレました。これでおしまいにしたいと思います。結果は2キャッチ56バラシでした。初めての湖にしてはいいんじゃないでしょうか。さあ本当に釣れないと思ってたんで、すごく良かったと思います。